真実を貫く人類の進むべき未来、大川隆法。第一章、真実を貫く。1、現時点で私が真実だと思うことを述べる。地獄対処法が書いてある地獄の法は必読書。今回で書店亡灵記念日としては36回目になります。あっという間ではありました。今、30年ほど前に話をした講演会等のビデオが支部でかかっているようで、私も何本か見たのですけれども、体力も気力もあって、やはり30代はいいものです。ただ、いいことはいいけれども、ちょっと枯れてくるのもいいのかなという気もしています。今日本会場別格本山聖地エルカンターレ生誕館に集まった皆様方の平均年齢が 59.3 歳というので、これは若い人の声の話では許してくれないレベルでしょう。編集中、公演前に楽曲10年目の君、10年目の恋が披露された。人生のあらかたのいろいろな出来事は経験がもう終わった皆様方で、今さら生き方を聞いてももう手遅れと言ってはよくないけれども、会場笑い、やや遅れ気味であって、来世に持ち越しに入るかなというあたりなのかと思っています。来年、2023年に向けて、地獄の法、幸福の科学出版刊というものを出します。これは非常に大事な本です。ぜひ、棺桶の中に入れていってください。できたら、生きているうちに読んでおいてほしいのですけれども、十分に読めなかったら棺桶に入れて持って行っていただきたいと思います。地獄対処法を書いてありますので、これは必読書です。値段がつけられない非常に大事な本です。そういうことが言えるような年齢になったということ自体は、自分でも喜ばなければいけないのかなと思っています。宗教を取り巻く世間の環境について思うこと。世間では今年2022年の夏からあと、どうも宗教を取り巻く環境はよろしくなく、宗教と政治とマスコミの関係があまり良くない感じです。突如始まることがあるので、嫌な感じはずっとしているのですけれども、18万も宗教があったら変なものもあるでしょう。だから全部を一緒にするほど皆さんバカではないとは思ってはいるのです。当会はこれでもちょっとは控えめにやってはいます。宗教に違いがあることぐらいは大体の人がうすうすと感じ取ってはいるのですけれども、明確にそれを言ってくれるような方々が宗教学者でもいないし、政治家にもいないし、ジャーナリストでも明確に違いを言える人はいないというような状況です。ですから宗教にいろいろな問題があると、全部が上がるか全部が下がるか、どちらかになってしまうので、これには本当に困っています。30年ほど前も同じようなことがありました。幸福の科学がわーっと有名になったというので、他の宗教も出てきたら、今度はみんな袋叩きになって、これが下がってくるとうちも下がってくるという感じのことがあって、やりにくかったのを
覚えています。言うべきことは言わなければいけないと思いつつも、加減を十分にしないと、玉がこちらにも返ってくるような感じにもなるのです。この辺の老快さは、やはり年齢がいりますので、若いとできないこともあります。ですから、現在はやや遠回しに行ったり、小説の中にちょっと書き込んでみたり、かっこ編集中、いろいろしながら言いたいことは言っているのですが、30年前ほどのストレートな言い方はあまりしないようにはしております。今日は真実を貫くという演題ですが、これもある意味で日本社会は全部が一緒の方向にぐわっと動く傾向があるので、その時の動き方によって善悪というべきか、いいと思われる方向とそうでない方向が極端に揺れる場合があります。アメリカもそうです。共和党と民主党のどちらが勝つかによって国の方向が変わることがありますので、そうした流動的な要素が加わってきますと、永久不変の法といいますか、変わらない真理というものを説くことがなかなか難しいこともあります。世間の動きにも多少合わせなければいけないとは思いつつも、しかし変えてはならないもの、基本的な主張としてねじ曲げてはならないものもあると思っております。日本では宗教の位置づけが上になったり下になったりいろいろするので難しいところがあります。具体的な政治権力は権力としての力を持っているかもしれないけれども、宗教の基本は権威の方で、やはり権威ある立場からの意見を述べなければいけないと思うし、それによっていろいろな立場の人たちに影響を与えていくということが今のところ中心なのではないかと思います。ですから今の時点で私が真実だと思うこと、それからこれからこういうふうに考えたらいいと思うことについて述べることが重要かと考えております。今回と12月6日の埼玉スーパーアリーナでのエルカンターレ祭、法は宗教の本道を歩む本書第2章初集、年明けの地獄の法のセミナー、法は地獄の法講義、本書第3章初集の3本ぐらいで、来年、2023年の幸福の科学的年頭教書みたいな感じのもの、基本的な考え方、活動方針等は出てくると思います。ですから、今日のお話も重要な一部を担っていると思います。大きな声で話すのは、埼玉スーパーアリーナの方でやらないと、ここで話すと皆さん、会場の後ろがちょっと疲れておりますので、吹っ飛んでしまうといけないので、会場笑い、まあ吹っ飛ばない程度で穏やかに話をいたします。説法ももうこれで3480回ぐらいかになります。説法当時。このあたり、昨日の夜、ちょっと UFO リーディングをやってしまったので、UFO リーディング71、メタトロン、それがカウントされると80になり、あと20回ぐらいで3500回が来るのですけれども、これだけ話しても、まだいろいろなことについて
話をしているので、基本的な主張が全部届いているとは思えない部分があります。ただ私でないと言えないこともあるので、言うべきことは言っておかなければならないのかなという感じです。括弧編集中、小説の中にちょっと書き込んでみたり、ここでの小説には、小説内面への道、小説遥かなる異邦人、小説揺らぎ、小説とっちめてやらなくちゃ、括弧いずれも幸福の科学出版館などがある。